9時半に坂駅をスタート。第一目的のズブー見晴らし公園、展望場がいくつかあります。平岩でも景色を楽しんで戻りました。分岐を左、ベイサイド遊歩道、黄色い花、水尻駅行けるかな。墓地の横、綺麗な遊歩道、どうしたんでしょう。昔から道があるんですね。テクテクテク、谷の様子、水は少ない、美味しそうな水、海辺が綺麗です。おや、あそこに舗装路あります。ここに分岐、展望所を見きます。右は竹林、石積みです。歴史を感じますね。登り道です。11時45分です。展望場ありました。海が望めます。金輪島、横浜地区の向こうに宇品大橋、日が当たってる町、今日は日曜日、オーチャウス山、湯月城山、古田台と神輿山、鈴ヶ峰と鬼ヶ城山、鬼ヶ城山、奥に阿弥陀山、二之島明子富士、廿日市市の海岸、広島廿日市大橋、つくね島見えます。電車がいます。ロープがないですね。近くで見たい桜、まだ展望場あるの？巨人が寝てる感じです。トイレがあるんですね。水尻口は工事地、分岐から見える景色、上に展望休憩所、青空ですよ。東屋がありました。12時です。案内板、まだ整備するんですね。北の景色、あそこが歩いた稜線です。ズブー見晴らし公園かな。海田湾、海田大橋、五差相山、晴れています。二つが定山、松笠山、森山の向こうに黄金山、頭が見えてます。檜山、広島の町、市役所の方です。
造船所、船が通ってます。金輪島の海岸いいな。行けないのかな。砂浜があります。松山からのフェリー、黒いやつです。カキイカだ。二の島、奥に宮島、これは桜です。さあ戻りましょう。12時10分分岐まで戻ります。展望場通過します。分岐を左、曲がりくねってます。上から見えていたとこ迂回できますね。おお、雨の被害受けました。住宅地におり、段差の案内、いろんな道があります。通ったことがあるトンネル、桜、こっちの道は使いません。南に降ります。道があってよかったです。雪の下、上田三丁目、森山、綺麗ですね。何の種類でしょうか。海岸に向かってます。森山、先ほど歩いたズブ、上田第一公園、ここはよく開いてます。平井は見えてるのかな。墓地の横の展望場、どうやって降りるのかな。ここ車で来たことあり、景色を眺めたとこです。クレアライン、遠回りになりました。広島呉道路入り口、電車通りました。どっから降りるの。こっから、東屋見えます。綺麗ですね。これがいいな。線路があるぞ。うまく横断できるかな。単線の呉線、小さな川、まさか戻って渡るとは。電車来たら移します。ここは歩いたことないです。ベイサイドビーチ坂、暑いです。こっから入れます。海がとても綺麗です。ズブ見晴らし公園の山、波音、廿日駅の海岸の方です。二の島、噴射で眩しいです。浜辺長いです。とても長いビーチです。水がきれいです。鈴ヶ峰見えます。水尻駅の近くです。
桜の花です。電車に乗りました。向灘駅です。やはり木が切られたんですね。まだ木の香りが漂ってます。もみじ銀行ができたんですね。三保橋へ。山から沿江が見えていました。14時36分道路ができるみたい。被服支廠跡、レンガ造りの建物です。窓の様子、緑町、ムスカリ、チューリップ開きました。リレー咲き、いい香り。もう収穫ですね。